幸せ
本当にどうもありがとうございます。キャンディーズも4月4日まで残り少ない日々を3人チームワークを大事に最後まで歌い続けます。どうぞ皆さんも最後まで応援してください。よろしくお願いします。
最後のシングルは、本当にぜひ頑張って、今までになかったようなヒットにしたいと思います。応援してください。よろしくお願いします。それでは今の微笑み返しの歌の歌詞の中にも出てきました、私たちにとっては忘れられない、懐かしい歌、私たちに幸せを運んできてくれた歌、年下の男の子を歌いたいと思います。聴いてください。あの目が私を見て涙浮かべてた。
Yeah.
Try some
がいいかしらと、恋の操りに4曲続けて弾いていただきました、どちらとも久しぶりで歌ったので、なんだかとっても緊張しちゃったんですけれども、次の歌はもっと緊張しちゃうんです、2月の25日に発売になります。私たちの、私たちキャンディーズにとって最後のシングルとなってしまいました、本当に歌詞もメロディーも私たちの、私たちの心にぴったりっていう感じなんですけれども、今日初めて歌います。そして昨日振り付けが終わったばっかりなので、ちゃんとうまく歌えるかどうか心配なんですけれども、一生懸命歌います。それでは聴いてください。微笑み返し。
¡Suscríbete al canal!
LP の中に入っています、キャンディーレーベルの中からキャンディートゥイストを聴いてください。「私は世界を歌う」
どうもありがとうございました。今度は、昔あの懐かしい歌なんですけれども、ですね、ステージでよく歌っていた歌で、初めてのコンサートの時からずっと歌っていた曲なんですけれども、2人のラブトレイン、間抜けなキューピッド、そしてバスストップ、3曲続けて聴いてください。お茶の目でいたずらなキューピッド、あなたにお願いがあるの。前はとても優しかったけど、今ではとても意地悪ね。いつも愛しい彼をバス停で見ていると、胸がドキドキしてくるの。恋をしている私、 Hey hey set me free、 Stupid Cupid stop picking on me。してしまいたい君を You stupid cupid、 すれば二人の中に You stupid cupid、 入ることはできないかな。 Hey hey set me free、 Stupid cupid stop picking on me。 Hey hey set me free、 You stupid cupid stop picking on me。とても懐かしい曲で、私たちの
はぐれた小鳩、そして桜草の悲しみと2曲続けて聴いていただきました。それではこの辺で、ですね、今まで見頃、食べ頃、笑い頃の中で、何でしたっけ、美しき伝説というバレーボールのドラマがありましたけれども、はい、そのテーマソングの、卒業を歌いたいと思います。聴いてください。皆さんのね、手拍子とそれから声援にね、はい、乗って私たちも歌いました、どれがいいかしら聞いていただきました、それではですね、この辺で、昔懐かしい歌をね、はい、この最近ではステージであまり歌わないんですけどもね、デビュー当時にステージでよく歌いました、歌があるんですけども、はぐれた小鳩なんですけどもね、この曲はファーストアルバムの中に入っています、そうですね、スーのソロですね、はい、それでは早速歌ってみましょうか、はい、聴いてください。